何をしたのじゃ。どうか許しておくれ。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。 拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂と共に。私もそうしていたく存じます。されどかないませぬ。今しばしあの人殺しは今も生きております。 カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。
そこで斧が道をお選びください。代償は非常に大きゅうございます。奴は全てを奪った。必ずやカゲロウ目をひれ伏させ叶わぬ命乞いをさせるのじゃ。あなた様がそうおっしゃるならば、落ちる道も戻る道、そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ、もしくは永遠に。ここがヨミか。死者の地、闇の世。道があるに違いない。はっ。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。今日の人いたせ。どこへ行く小僧。己の顔は覚えておる。賊よ、拙者が最初に切ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。これで最後じゃ。
何故拙者は神川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。ふっ。貴様はヒロキであるのか。拙者を存じておるのか。精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。そう己に言い聞かせるのか。多くの魂があまりにも早く流されてきた。貴様のせいでな。貴様はいかにしてこれを償うつもりか。拙者のただ一つの悔いは己が死。あの畜生。先は誰の手を抑えるか。拙者は神川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。Thank you.
これ以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申す者。お前を撃ったことに悔いはない。この鬼め、ここでは皆お前の鬼だ。小僧、ヨミで皆と会うのだな。Ugh!
黄泉に送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。うそすぎる。送られたもの全てが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。
侍ではない。仇を討った暁には新たな者になろうと、さらに強き者に。
先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。不明のじゃ。Yeah!
死ね。お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき陽炎は数えきれぬ者の命を奪い続けるであろう。拙者より全てを奪った。我が家、妻、恩人、拙者が望むは奴の死のみ。仇討ちで思いは満たせど、我らの志す道ではない。愛子も帰っては来ぬ。行くがいい。この汚らわしき地の深みへ。
ここで我は己を知るのじゃ。